はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーです。アマンダ・ザ・アドベンチャーって覚えてますか？動画班の皆さん知ってる？アマンダ10ヶ月前に遊んでます。アマンダ可愛い女の子が出てくるやつ。そうそうそう、こちらです。これね、アマンダ、これなんか可愛い なんてこう、何髪型的に何なんだろう、何の髪型か分かんないんだけど、なんだその顔は。何 どうしたの三号バイセン、それ。俺初めてやるわって、なんか怖いんだけど、なんかなんで顔変えてきたの、意味が分かんない。で、今回やっていくゲームがですね、皆さん、あのアマンダ・ザ・アドベンチャーっていうやつが製品版が発売されたんですよ。なんか今までがなんかアルファ版ベータ版みたいな立ち位置で、今回なんか製品版が出たっぽくて、で出たタイミングでロブロックスにも、まあ、それと同じようなゲームが出てきたというような流れになってます。で、マップ名がですね、冒険者のアマンダと、アメンダになってるんだけど、アマンダですね。冒険者アマンダと、私たちの素晴らしい世界を探検したり、学んだりするために、アマンダと彼女の仲間のウーリーに参加しよう。アマンダの言うことを聞いて、いつも楽しく遊んでいたり、笑いを誘ったり、たくさんの経験をしてね。ただ、怒ったりするかもしれないことは忘れないでくれと。はい、2つのエンディングがあるみたいです。グッドエンディングが見たいです。見たいです。いいですか、もう一回言いますよ。グッドエンディングが我々は見たいんです。 いいですね。だから余計なことをするなよ。バッドがいい。だから余計なことするなよ、寿司。任せろって、お前怪しいんよね。ということなんで、今回はですね、皆さん、マックス6人ということなので、リリチオ3号、ネコサブ、テルキ、ペアパヤ、鈴鹿、ステラと、はい、の6人でやっていこうかなと思います。はい、ということで、じゃあ早速挑戦していきたいと思いますんで、まずは高評価と。皆さん、高評価。あと最近ですね、コメントをたくさん書いてくれて嬉しいんで、感想コメントいっぱい書いてください。これからもね、よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。始まりました。アマンダ・ザ・アドベンチャーでございます。なんか前回10ヶ月ぐらい前に実況したやつとは全く別な感じになってますね。暗くて怖い。そうなんですよ。ちなみに言ってなかったんですけど、アマンダ・ザ・アドベンチャーってホラーゲームです。あれ、れっきとしたアマンダが出てくるビデオテープを見るっていう、れっきとしたホラーゲームなんで、なわけじゃないんだよ。ホラーゲームなんだよ、製品版は。よ、ちょっとね、俺ね、全く確認してないんだけど、多分ここだと思う。一番正面いきましょうか。ほら、エピックワン拾っていい？拾った。はい、テープ1を見たので第1話見ていきましょうか。はい、始まりました。いやー、アマンダだよって、ちょっと音上げよっか、みんな。わあ、私はウーリーだよって、ウーリーとアマンダの話です。今日はリンゴパイを作ろう。はい、リンゴパイ、僕のお気に入りはピーチパイなんだ。ピーチパイってあるんだ。好きなパイは何ですか？はい、アップルパイ、ピーチパイ、パンプキンパイ、チェリーパイだって。はい、みんな何が好き？みんな何のパイが好きですか？はい、投票の結果、うん、美味しそうだねと。これなんか意味あったのかな。まずはリンゴを切らないといけない。うーん、リンゴを切るときに何が使えるか知ってる？リンゴを切るのには何がいいのか。まあ指かな。絶対違うだろ、おい、絶対違う。手伝ってくれないのって。じゃあピザかな。リンゴを切るにはピザが大事なのかな。手刀って。じゃあリンゴを切るんだったらスプーンかな。スプーンでリンゴ、うーんってやればいいもんね。それはカットできるわけないだろうが。はい、ということで皆さん、もう強制的です、これ。はい、皆さん、強制的にナイフです、これ。ナイフだよ、ナイフ。よくやった、それです。怖いよ、アメリアちゃん。アマンダ怖いよ。鋭いナイフを使えるよって、怖いよ。アマンダ怖いよ。自分たちではやらないと思うんだ。君が一人でいるときはいつも勇敢でいるのがいいね。見て、私は海賊だ！ははははは。ダメですからね、皆さん。刃物を人に向けちゃダメです。全然安全そうじゃないよって。めっちゃ怖いじゃん。わーお。さあ、リンゴを切っていこう。なんか今おかしくなったぜ、今。それは難しかったねーって。もう切ったんかな、じゃあ。ほとんど全てのものっていうのはパイを作る必要。だからアップルパイを作っていくってことだね。そう、これサイコキラーアニメなんですよ。砂糖がどこにあるか知ってる？はい、進んでるね。歩兵、冷蔵庫、それともシンクの中。歩兵ってなんだお前。なんだ歩兵って。小麦粉はパントリーか冷蔵庫か流し台にあるのか。歩兵かな、じゃあ。歩兵行こう、歩兵。素晴らしい。なんで合ってるんや。リンゴとシナモンの匂いがする。
じゃあそろそろパイを焼いていこう。ほらできたみたいだね、生地は。アップルパイの生地はできたみたいなんで、じゃオーブンを400度から2550度まで温めてくださいということで、ほらアップルパイ作りが始まりました。自分たちでオーブンを使うべきじゃないと思うよ。いつも、ああなるほどね、親にもちゃんと言った方がいいんじゃねえのかって言ってるね。今親がどこにいるかなんてわからないから勝手に作っちゃおうよって感じだね。さあ最初にオーブンを400から255度、2550度に温めた後にリンゴをアップルパイの中に、あのブリキ皿の中に入れて、それをオーブンに入れて40分間焼いてくださいということですね。それでほらアップルパイの準備ができました。5万度？そうなの？食べるのが待ちきれないよって。なんかさ、アマンダの画面クソ怖いよね、ペアパイちゃんね。わお、はい、アップルパイをどうぞということで、皆さん見てください。ちょっと一瞬チャット消すんですけど、左側見てください。あの指示があります。我々は今からこの現実世界の方で実際にアップルパイを作らないといけません。でまずここだね、みんな、ここをうまーく押して、ちょっと俺が押していいじゃん。ほらこんな感じで入力して425度に合わせてくださいと。で時間は、40分だよね。で余計なことすんねお前らな。じゃあその間に私、じゃあのリンゴだよね。あ、バナナ取れなくなってるわ。リンゴを取ってこれを皿の上に乗せればいいんだね。ほらリンゴブリキということでできました。なんかおかしいな俺な。なんか腕になんか入っちゃってるねみんなね。あ、みんなもできるっぽいよ。ほら武器みたいになってるね。はい、これを入れます。できた？ほら来たぞ。うん、なんでや。はい皆さん、はい、テープ2が出てきました。え、逆にこれミスったらどうなるんだろうね。アップルパイを作ろうと思ったらさ、ほらアマンダ・ザ・アドベンチャーのさ、あのビデオテープが出てくるっていうね。食えるかもしれへんでーって。ペーパーちゃん食ってみてよ。じゃあ食えるわけねえやろがボケがーって。はい、らしいです。はい、当たり前ですね。できればさ、もうビデオテープ入れたくないんだけど、あのビデオテープ入れた段階でさ、もう次の話始まっ、だ誰だ入れたの、もう次の話始まっちゃうからね。開始でございます。いやみんな、アマンダです。ご近所で一番好きなところは何ですかだって。オーナーストア、ベーカリー、あと何、ケイコロってなんだ。はい、いいね、近所にたくさん友達がいるからねって。あ、郵便局かこれ。今日は友達に特別なものを送りたいと思っています。最初にカードを買うためにお店に行かないといけません。どの店でカード見つけられるかなだって。まあこれに関してはカードを見つけるでしょ。まあやっぱベーカリーかなあ。個人的にはなんかベーカリー急いでいいですかあの怒られたぞお前。あの目力すごいね。あの圧すごくない？アマンダの圧すごすぎるんよ。はい、じゃあお店行きましょう。あ、そこからカードを取り出してくださいと。はい、友人、友達が悲しんでる時に助けてくれた。なんか手紙かなんかを送りたいからカードが欲しいってことだね。どのカードを送ればいいですからって。なんかどれでも良さそう。誕生日カード、ありがとうカード、すぐにカードをゲットする。すぐにカードゲットでいいんじゃない？すぐに送った方がいいよね。ね、違うよ。え、どういうこと？ありがとうカードじゃないの？じゃあ、え、ありがとうカードってこと？あ、だよねだよね。素晴らしい完璧なカードを見つけたよと。これを友達に送るためにってことか。次のエラーが発生する時間、え、なんで今アマンダ自身がそんなこと言ったのね。えほら、不気味な雰囲気、友達に特別なお菓子をあげたい。ほら始まったぞ。エラーって言うてモテるやんって。そう、これゲームってのを知ってるんじゃない？アマンダ、友達に特別なお菓子をあげたいんだ。どこで辛いお菓子を買えばいいですかっつってるぞ。なんかみんな、まあ、とことんふざけるよね。はい、郵便局。わお、君の友達は郵便局のお菓子が大好きなんだねって。あの、グゾクメさん、郵便局っつってるけど、あの煽られてるからね。ね、まあ、年下のアマンダに煽られてるぞ、めっちゃ。よくやったって。あの、死ぬほど今バカにされたよ、マジで。じゃあ、そのお菓子を持っていきましょうと。はい、来ました。何もかもがすごくいい匂いがする。と、もうアマンダも呆れてきてるね。ん？何今の？友達には何のお菓子をあげますか？アイスクリーム、クッキー、カップケーキ、ケーキ。え、どれでもいいんじゃないの？ぶっちゃけ。あ、アイスクリーム？急いでいいですか？え、どういうこと？え、これどれあげないといけないの？じゃあクッキーかな？美味しそうだね。あともう一駅近くにあるんだ。港へ行こうだって。で、なんか怖いんだけど雰囲気的に。荷物は友達のために用意してあるよ。
彼らはかなり遠くに住んでいるから郵便で送らないといけないんだ。はい、ということなんで次郵便局に行くことだね。これで港で埋められるでって、そうなんかな。しばくぞこのミッキーもどきがあって。あのサンゴバイさん、後で地獄見るぞ。もう強制的に郵便局連れて行かされたね。はい、次この荷物を友達に送ってみようということで、名前は誰？待って、覚えてない、覚えてねえが、なんでお前友人の名前覚えてねえんだよ。手伝ってくれないか。だって今は送らなくていいんじゃないって、ウーリー。いや友達に送らないで助けてあげないといけない。このパッケージは誰に渡す必要がありますか？は？アメリア、ザック、デーブ、ケイト。わからなくない普通に。アメリア俺は友達じゃないよ。だってあなただもんね。デーブかな。じゃあわかんなくない。ケイト？ケイトかな。合ってんの？なんでケイトってわかるの？なんでケイトなの？俺を友達に送りつけよう。全員誰だよって。マジ誰なのマジで。彼女がクッキーが好きだといいね。はい、もう意味がわかんないですね。次のやつが何？何これ、ピアノを弾く？文字に対応するキーをクリックしてくれたって。あ、ほんまや。ほら ABA とか打てるわ。多分さ、これエリア内探索して何を打つかを調べないといけないってこと？ほらこの宝箱とかも気になるしね。なんかヒントがあるんじゃない？何を入力すればいいの？普通に。あ、CBF と。はい、CBF。じゃあ、猫サブくん、打っちゃおっか、CBF。打ってください。ピアノでいいよ。猫サブくんが代表して打っていいよ。あ、いたわ。はい、皆さん、こちら、エピック3、第3話の、はい、話になってきます。なんかもう2話の段階でさ、なんか怪しくない？雰囲気的に。なんかさ、アマンダがさ、もうこれは映像の中ですよっていうのになんか気づいてる感じがしない？はい、なんかめちゃめちゃ怖い感じなんですけど、じゃあテープ挿入していいですか皆さん。うまそうなパイの完成。それはチャプター2ですよ。もう終わったんですよ、それは。いきましょう。エピソード3見ていくよ。あ、君たち。何？何をしてもしない。何？どうした？え？あー、違うよ。ウーリーが交通事故に、事故にあったんだって。怪我してるね、ウーリーね。事故とは何が悪いことが起きたのか、誰のせいでもないよ。で、仕方がないことなんだ、だって。あなたの家、学校、遊び場で事故が起こり得るでしょ？なるほど。アマッキーと羊のウヨーンってなんだ、お前、それ。羊のショーンじゃねえか、お前。午後の3時45分、プレイしていた。三つ編みじゃなかった。何言ってんだ、これ。彼が怪我をしたようなウーリーの場所は？あ、ウーリーは何を、どこを怪我してるのかなって。うん、なんで顔を入れるんだ、お前。顔怪我してるのバカにしてんのか、お前、こら。はい、これはもう皆さん、膝ですよ、膝。そうだ、痛い目にあったよね、って。で、誰があなたが痛い時に助けることができますか？だから、痛めた時には、どこに行くのか。アメリア、そうだね。もう、それは、お前が助けろよ、アマンダ。お前自身が助けないと。助けてくれないと思うよって、ちょっと待って。ね、あなたじゃないの？じゃあ。ねえ、最低すぎるだろ、ちょっとあまりにも。お前、自分自身で助けろよ、お前。なんでだよ、お前。その通りって、病院なんだね。ウーリーを病院に連れて行ってあげよう、だって。え？これで終わり？待って、なんかみんな、様子がおかしいぞ。は？え？なんか今、そこ開かなかった。ペーパーちゃん、そこ開けれる？開けれるぞ。どういうこと？ゲームの世界に入ったぞ、これ。ほら、向こうのペッティングズーっていうところに行かないといけないんだ。ほら、いる、ほら、アマンダとウーリーいるわ。そこで何をしているんだい？ゲームの世界に入ったって感じか。車にはねられないように行こうだって。行きましょう、じゃあ皆さん。ウーリーさっきから喋んねえなーって。多分口止めされてる、絶対。待って、危ないぞ、気をつけろ。引かれたら終わりやぞ、みんな。ほら、ダメージ食らうよ。寿司ボディみたいにダメージ食らうよ。よいしょ。あ、でもこれそんな難しくないね。簡単だね。はい、着きました。ウーリー、マジで一言も喋んないね。ほんとにね。君たちが作ったんだねって。どういうこと？今日は、ほら、ペッティングズーと動物園だね。動物園に行きましょう。ついてきてくれ。
鶏と豚と牛がいるって感じなんか。あとペアパイちゃん、なんて可愛いファミコン。ファミコンなんだね。そうなんだ。わーって、家族がいるっていいねーって。で、何言ってんだこいつみたいな感じだけどね。ママチキンとベビーチキンが見えるよって言ってる。卵を7個見つけるの手伝ってくれませんか。はい、卵探し来ましたよ。卵探し、はい、探していこう。 あるやろ。簡単じゃないこれ。拾う。これちょっとみんなやっちゃうぞ。パパッと火を集めて。あ、奥に、あったあったあった。そこと、ここそこ、奥俺が取りに行くわ。オッケー、完璧。よくやった。あー違う。何？え？いやー小さな子猫さん。めっちゃなんか猫リアルじゃない？子猫はどう思うって。あ、もうアマンダのものにしようってことだね。まあそれは悲しいんじゃない？だって絶対捨てね。いや、彼女は怖がっているに違いない。そうだよね。彼女を愛する人は誰もいない。野良猫だからってこと？どういうことだ？誰も彼女を助けてくれません。ウェンウェン。孤独な子猫を助けるか。うーわ来たぞ。なんでいい家なんだよお前。助けるよ。もうじゃあ家にする？いいえ、子猫を助けない。待って、孤独な子猫を助けてあげない。石鹸やばいぞ、みんなやばいぞ。なんかおかしい。どうして子猫を助けなかったのって。待って、みんな走れ。だってテルキやばい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 、襲いかかってきたぞ。そっち逃げれなくない？うん、なんか喋ってない？あれって、え、アマンダなんで、わちょっと待って、なんでだ。みんなサンゴパイセンに乗り移ったんだけど。乗っ取られたんご。みんな逃げた方がいい。もうダメだ。あいつはもうサンゴじゃない。あいつは歴史としたアマンダ。そう、憑依されてる。やばいぞ。大丈夫って。ウーリー、あ、サンゴパイセン戻ってきた。これなんだよこいつマジで。あ、帰ってきた。お、テルキー、猫サブくん、サンゴパイセン、俺、うん、なんか俺首曲がってんぞ絶対。おい、まあ、俺だろ今絶対首で。アメリア、さあこれボス戦かな。ついに閉じられた。絶対ボス戦だ。みんなほらバットあるよ、バット。よしやっていこうじゃ。はい、邪悪なアマンダボス戦来ました。ここに来て、さあこれ一発でやりたいね。だから最初これ多分みんなこれ雑魚敵だよ。雑魚敵をキルせんといかんよ。はい、キルする。多分ねこれね、アマンダに攻撃できるタイミングが決まってるはずやから、このタイミングでやっていこう。今多分逃げないといけないよ今。避けて、まあここら辺はそんな難しくないんじゃないか。はい、ペアペアちゃん大丈夫？グゾコムシペアペアちゃん、あなた方危なくない？大丈夫？なんかもうすでに死にかけなんだけど2人ね。そろそろ攻撃できるんじゃない？多分さ、6人がかりでやればだいぶやりやすいんじゃないのかな。いける。やれ。おい、全然減らねえぞ、みんな。おい、どうなってんだ、こいつ。おい、全然減らない。やれ。おい、全然減らねえぞ。はい、ビーム。ペアパイちゃんやられた。残りでやるぞ。殴れ。一人やられた。え、これクリアできるかな。よし、行こう。よし、やれ。減らそう。多分 50% ぐらいまでいけそうやね、この感じやと。おい、減らねえぞ、全然。やっと 50% や。グソコムシ、よけろ、寿司、危ないぞ。あ、多分走り続ければ問題ないんじゃない、ずっと。サンゴパイセン、あと4人残ったの。俺、猫サブくん、テルキ、グソクムシしか残ってない。あ？アマンダ？あれって。これ最悪や、マジで。どういうこと？こんなことってあんの？ボス戦で固まるって何？これもう一回最初からってこと？これマジかよって。じゃあ皆さんちょっともう一回最初から行きますか。これ動かないよね。なんかアマンダ動かなくなっちゃったんだけど。
じゃあ動画班ちょっと最初から行こう、もう一回。はい、視聴者さん、ちょっとさ、戻す作業したんですけど、なんかね、多分ね、エンディングの分岐ってここで起きる気がするんすよ。でさっき子猫を見殺しにしたらなんかめっちゃ怒ったじゃん。逆に子猫を保護するみたいな、助ける側の方に回ったらどういうストーリーになるのかをちょっと見ていこうかなと思います。はい、孤独な子猫を助けますかというのがあるので、さっきいいを選んだんですけど、今回はい選んでみましょうか。これどういう感じになるのかだよね。え、俺今はい選ばんかった？こいつキモって、おい、強制的にいい家になったじゃねえか。どうして子猫を助けなかったのって。まあこれ強制じゃねえか、お前。これ半分よ。またまたボス戦です。はい、飛ばされます。さあ、お願いバグらないでくれということで、皆さんボス戦の始まりです。みんな頑張りたまえ。あ、ねえ、3号パイセンのとこ無敵ちゃう、それ。ここ最強じゃない？でもなんかまたアマンダバグりそう、これすると。来た来た、やれ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 、今回減らすぞ、ちゃんと。よし、殴れみんなで。あと3パー、あと3パー。あー、53パー。まあまあいいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。さっきなんかね、50%になった瞬間動かなくなったんですけど、今回どうなんですかね。ラドン、ネコサブ、グソクムシ、3人とも瀕死。テルキはまだ余裕だね。俺もまだ余裕。サンコパスも余裕だね。やばいかもーって。寿司ボディ、どうした、グソクムシ。よし、みんなやるぞやるぞやるぞ。埋まってる。どこにや、動けない。寿司、寿司ー。はいね、調子に乗って皆さん段ボールに埋まりました。俺もやる、俺もやる。やった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 。あと気をつけろ、気をつけろ。あと一発やぞ、ラス多分それ、体力的に。来た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 、やれ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 、とどめとどめとどめ。これでザ・エンド。はい、ナイスー、来たー。帰れ早く。ノー、ヘルプミー。ん、何、あ、え、嘘でしょ。ほら、ボス戦で終わりかと思いきや、まさかの皆さん、エピソード4ということでいきましょうか。これ、スター・ウォーズみたいな感じで、エピソード5、6ってあるんですかね。いきましょう。いくよ、挿入。第4話、アマンダズ・アドベンチャー見ていこう。あ、待って、アマンダ死んでるじゃん。あ、いいやーって。え、アマンダ白目になってるよ。アマンダが怪我をしちゃったんだ。私たちはアマンダを許して助ける。うわ、来たー。アマンダを助けるか助けないか、どうする。え、助ける、助けるか。じゃあ、まあ、アマンダを許そう。まだまだ若いしね、いい考えだ。彼女を助けてあげるべきだ。助けよう。彼女に薬をあげよう。なんか裏切られそうやけどな。ほら、どう、アメリア大丈夫か。アメリア、アマンダ、アマンダ、あ、どこに行ったのって。ちょっと待って、アマンダ、あ、嘘でしょ、アマンダ。うーん、逆さまじゃ。え、はい、ということで皆さん、グッドエンディング、あえて見せませんでした、視聴者の前で。よかったら皆さん、直接確認してみてください。はい。アマンダを助けなかった場合、はい、果たしてどういう感じのグッドエンディングが見れるのか、はい、気になった方はですね、チャンネル登録と高評価、あとですね、感想、コメント、何分何秒面白かったよ、みたいなのを書いていただけると嬉しいです。はい、という感じで、今日の動画は終わりです。皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。